ドラえもんの時間だよ。鬼のパンツはいいパンツ？鬼が来る。節分はまだ先だよ。これ0点のテスト、いつものことじゃないか。これで5回連続なんだ。1週間後にもテストがあって、もし次も0点だったら。伸びだ。ママが鬼になっちゃうよ。だったら君も鬼になればいい。鬼のパンツ。それで鬼になれるの？パンツを履いている間はね。伸びた。お掃除手伝ってちょうだい。うんうん、お願いね。掃除なんかしている場合じゃないのに。ちょうどいい。ここに掃除と書いて。はい。だからそれどころじゃないの。今年の恵方は南南東らしいぞ。南南東？南が南、東は東か。のび太、どうしちゃったの？のび太くんは勉強の鬼になったんだ。何？偉いじゃないか。やっとやる気になってくれたのね。西、東。おはよう、のび太さん。北東。うん、うん、大丈夫？これ単語帳勉強してるの？ミスターレジェンドくせに。南南東はいつもののび太じゃない。どこかわからないところはあるかな。はい先生。おお、のび、どうした？どこがわからない？全部わかりません。よく頑張った、のび。疲れただろ。続きは明日にしよう。いえ、まだ大丈夫です。こことここも、あとこっちもお願いします。鬼。ただいま。どうも。なってるんだ。のび太、お夜食を持ってきたわ。無理しないで少し休みなさいね。今日中にこれ全部暗記したくて。まだまだ覚えたいものがたくさんあるんだよ。鬼だ。テストの答案を返すぞ。よくやったな、のび。この調子で頑張るんだぞ。やった。どうだ？なんだこの点数は。やる気あるのか？
少しはのびの頑張りを見習わんか。くそ、ジャイアンも次頑張ればいいさ。この野郎、俺様がお前よりバカだって言ってんのか。そういう意味じゃ。調子に乗るんじゃねえ。お供に来るな、まったく。相手がジャイアンじゃね。なんとかして。そうだ、喧嘩、これでよし。僕は喧嘩の鬼だ。果たし状、のび太がジャイアンに。ああ、来週金曜の2月3日、場所はここ空き地で決闘だ。のび太がジャイアンと決闘？面白い冗談だ。いいだろう、メタメタの立体化にしてやるぜ。キャー！キャー！うわー！こっちか？いや、こっちか？ジャイアンが決闘？そんなの勝てるわけないじゃないか。と思うだろ？近所で有名な冒険。危ないぞ、のび太。すごい、あの冒険を。いつもののび太じゃない。鬼だ。喧嘩の鬼だ。今回は何かが起こる。僕はのび太に託す打倒ジャイアンの夢を。のび太、ジャイアンに勝ったら骨かわけスペシャルティータイムに紹介するぞ。ケーキにお菓子に食べ放題だ。ありがとう、勝ったらいただくよ。いや、喧嘩の鬼のび太。俺様がのび太なんかに負けるわけねえだろ。おりゃあれは、ここをこうして、おりゃおりゃおりゃ。すごい、木が。この木、腐ってたのか。鬼だ、喧嘩の鬼だ。やべえぞ、こりゃ。よし、やるべきことはやった。頑張ってね、のび太くん。あ、鬼さんだ。大丈夫、のび太くん。パンツが、角もない。ドラえもん、新しいパンツ出して。持ってないや。どうしよう。僕は負けない。俺も負けねえ。絶対負けない、絶対絶対負けねえ。絶対絶対絶対負けない。絶対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 負けねえ。絶対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 。全然戦わないね。でも確かに戦わなきゃ負けないよな。まさに喧嘩の極意。喧嘩したくないだけじゃないの。命かけて百発百中、一点の曇りなく負けない。106%、スーパーホット、石にかじりついても負けない。へ
これが喧嘩の鬼なのかな。